んにちは。こんにちは。モリーです。ゆきたろうです。ゆかです。どうもどうも。どうもどうも。ゆきたろうは元気ですか？ダンスダイエットにハマってるんで家で踊ってますよ。おダンスダイエットを家で。そうか。夏に向けて頑張ってます。自粛太りしないように。エクササイズみたいな感じ。そう、うん、で、ちょっと激しめの多分、自粛終わった頃に痩せてますよ。ジュキタロンの方のオンラインレッスンはどうですか？素振りをひたすら1時間やるレッスンと、あと1時間ひたすら喋るオンラインレッスンをやって、素振りは素振りでとことんその人じっくり見て、その場ですぐここ違うっていう風に言えたりするんで、かなりフォームの改善にはすごくいいかなって。素振りじゃなくてもひたすら喋るだけでも全然楽しかったんで家にこもって誰とも話してない人とかはぜひ、ね、私と喋ってね、ストレス発散してもらえれば。別にテニスのね、技術的なね、そういうことばっかりじゃなくてもね、なんかこういう風にしてみたいとかね、世間話とか、まあこんな練習法はどうなったかとかね、それこそ家でできるトレーニングとかね、話したりだとか、そうですね、相談したりとか、はい、全然いいかもしれないですよね。とりあえず今は家でできることをやって、解除したらもう外でパーッとやれるようにしたらいいと思いますね。ということで動画すごい面白かった。窓ガラスにバン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 そうそう、これをね、クッションをちょっと置いとかないと上に行った時にね、ガラス割れるんじゃないかそう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 。で、せっかく、今ジュキ太郎も参加してくれましたので、ちょっと私のご礼を見ていただいてアドバイスいただこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、見える。フォアバックでやるんですね。はい。うまい。ああ。うん、うまい。ありがとうございます。まあ、なんだろう、もうちょっとこう肩を入れて、うん、閉じた状態でこうやる、あの実践的に実際やつ肩のこう入れを入れながら入れてこう攻めてやる。あんだけつな、ね、そのお部屋でつなげられるってすごい。だからこれが限界なんですかね、お家のそしたらちょっと左手の使い方を意識してみたら、今常にずっとこういう状態なので、ここを次ちょっと少しでもコート上と同じような手の動きができるようにしたらよりいいんじゃないですかね。危ない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 多分最初は結構ゆっくりポーンってこう、多分ボールが速ければ速いほど戻る時間ないんで、手先でこうやるようになるんで、スピードよりもまずはフォームをちょっと安定してった方がいいのかな。なるほど。はい、それで今度の金曜日22日夜の8時半から生配信で、ちょっとこの壁打ちもやってみたいと思いますので、その時にこうチャットだから掲示板みたいなのができますので、そこでいろいろとちょっとアドバイスとかもしよかったら書いていただければ。で、榊原コーチ、ゆかコーチ、そしてジュキ太郎も、ちょっと参加いただける予定ですので、もしなんかコーチに聞きたいこととかちょっと書いていただければ、もうその場ですぐに答えてくれるのかな。はい、はい、よろしくお願いいたします。お会いしましょう。さよなら。バイバイ。